オペルマンタ、マンタ、マンタは、ドイツの自動車メーカーであるオペルが1970年から1988年まで、生産、販売した、スペシャルティカーである。前年の1969年に登場し、大ヒットとなっていたフォードカプリのライバルとして、1ヶ月後に登場する、アスコナの姉妹車種として登場した、同年に発表されたトヨタセリカとカリーナの関係、同じである。 初代モデル。機構的には、アスコナ A 同様、カデット A レコルトシート共通のエンジン、足回りを用いて、ごくコンベンショナルな設計となっている。マンタの最大の特徴はそのスタイリングで、日本人デザイナー、小玉秀夫も参画し、カプリーよりもあっさりとしたプレーンなラインにまとめられている。性能面でも、V 型6気筒 3000cc エンジンが用意され、ツーリングカーレースで活躍した。 カプジのようなホットモデルは存在せず、おとなしいイメージが強かった。当初のバリエーションはノーマル、L、SR であったが、後に高価バージョン、ベルリネッタや、インジェクションを装着して105馬力に強化し、最高速度時速 188km とした、高性能版の GT、E も追加れた。ベルギーのチューナーのトランスヨーロッパエンジニアリング社が、 アドミラルとコモドレに使用されていた2.8リットル直列、6気筒 142HP エンジンと、トランスミッションをマンタに搭載したモルを1974年に開発した。195、70HR13 という太いタイヤを履くために、前後のフェンダーにはバルジ、張り出しが設けられ、2気筒分長くなったエンジンを収納するために、ボンネットはバルジ付けのグラスファイバー製となった。 この軽量化されたボンネットとバッテリーをトランク内に移設したことにより前後の重量配分はオリジナルのものと変わらなかった。前輪のディスクブレーキはベンチレーテッドのものに強化され、サスペンションも固められて、リミテッドスリップデフが標準で備えられた。1975年にイギリスのチューナーのトニーホールがマンタの直列4気筒エンジンにホルセット、 ホルセットセーターボチャージャーを装着したモデルを開発した。この改造により出力は 156PS、5500rpm、トルクは 24.0kgm、4000rpm に向上していたが、サスペンションは標準仕様のままであった。外装ではフロントスポイラー、アルミニウムホイールが取り付けられ、サンルーフ、ヘッドライトワイパーが標準で装備されていた。 変速機は4速 MT が標準で AT がオプションで設定されていた。DOT の名称は本社が販売された英国内のディーラー網のディーラーオペルチームに由来していた。1975年8月にアスコナと同時にモデルチェンジされ B に進化した。同時期のシボレーモン座にプラス2に似たボディラインは初代同様シンプル座を特徴としたが、 ボディサイズがやや大型化したものの、搭載エンジンやメカニズムは、初代モデルとほぼ同一の機構を踏襲した。1977年には3ドアの CC、コンビクーペが追加され、1900cc エンジンが 1979cc に換装された。1979年には 1200cc エンジンが 1300cc にサイズアップされた。その後百八十一年に、 アスコナが FF 化されて C に発展した後も1982年にマイナーチェンジを受け1988年まで継続生産された。日本には当時の輸入元東方モーターズによって A が1975年まで輸入販売された。排気ガス規制に対応できずに一時撤退後1983年から B の輸入が再開された。 1979年、当時の WRC グループ4に参戦すべく、投入された、オペル発の DOHC エンジン車、オペルアスコナ400のマンタ版として、アスコナが FF 化されて、ラリーから退く、直前の1981年3月に上る。マンタ B をベースに、イギリスコスワースがチューンした2410。 CCD チェシー16バルブ144馬力エンジンの最高出力は最終的には340馬力に達した。足回りのチューニングはイルムシャーが担当している。オペルベクトラベースのカリブラが後継者となり、1989年から1997年まで生産された。オペルワークスチームである GM ユーロハンドラーでのマンタによる WRC での参戦は前述の通りグループ B でも継続投入されたアスコナ400よりホモロゲーション取得が遅れ1983年のサファリラリーの後となるツールドコルスより実戦に投入されるアスコナ400よりさらに軽量になりラリーでの走行性能のアップを図っているアクロポリスではアリバタ年テリーハリ番組で4位 サンデモラリーでもヘンリー・トイ・ボネン、フレッド・ギャラガー組が4位と検討。最終戦のラック・ラリーでジミー・マクレー、イアン・イース・トロット組が3位に入賞する。メークス部門3位の成績を収めたものの、1984年にはラリーでのワークス活動に終止符を打った。しかし、その後も英国選手権におけるラッセル・ブルックルスなどのプライベーターが好むラリーマシンとしての活躍も、 続く傍ら、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦した経験がある。目立った戦績こそ上げなかったものの、レギュレーション改定により、マンタを含む製造1 0年以上経過した車が締め出される直前の2010年まで参戦していたが、後に主催者特別枠により2014年以降も毎年再び参戦している。なお、外観こそ往年のマンタそのものだが、中身は、 シーケンシャルシフトを採用するなど、現代的にアップデートされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。